このデモでは高価値なアプリケーションへの安全なアクセスに関するリスクを HP がどのように軽減できるかをご紹介します。日常的な例として、リモートデスクトップクライアントからドメインコントローラーなどの高価値なサーバーへのアクセスがあります。ウェブ閲覧セッションでも高価値とみなされる場合があります。例えば個人情報や顧客の財務データを扱うウェブアプリケーションなどです。2台のマシンがあります。1台はハッカーのコマンド&コントロールマシン、もう1台は被害者の PC です。リモートアクセスツールがハッカーによってインストールされています。被害者は一般的な従業員ではありません。システム管理者です。まず一般的なシナリオを見てみましょう。システム管理者は定期的な更新を行うためにドメインコントローラーにログインする必要があります。システム管理者は自分の PC からドメインコントローラーへのリモートデスクトップセッションを開始します。ログインダイアログが表示されるのでログインします。何が起こるでしょうか。ハッカーの PC をご覧ください。認証情報がプレーンテキストで表示されています。ハッカーは被害者の PC にキーロガーをインストールしていました。これでハッカーはドメインコントローラーの認証情報を手に入れました。さらに悪いことに、ハッカーにはドメインコントローラーの RDP ウィンドウも含め管理者のデスクトップが完全に見えています。ハッカーが次にすることはさらに悪質です。被害者の PC とリモートデスクトップクライアントを詳しく見てみましょう。被害者は今キーボードから手を離しているようです。するとハッカーが被害者のリモートデスクトップクライアントにキーストロークを挿入してドメインコントローラー上のプログラムを起動しました。この例では無害な電卓ですが、どのようなコマンドも可能です。例えば新しい特権ユーザーを作成することもできます。ドメイン上のユーザーを詳しく見てみましょう。バッドガイという新しいユーザーが作成されています。これはいけません。最初からやり直しましょう。今回は高価値アプリケーションを保護する HP Sure Access Enterprise を使用します。対象型確認により保護された仮想マシンを作成します。これにより侵害の可能性があるデスクトップ OS から仮想マシンの機密性と完全性を保護します。 HP Sure Access Enterprise を使用すれば、ホストはキーストロークの挿入や記録も、メモリや実行状態へのアクセスも、保護された仮想マシンの画面コンテンツのスクレーピングもできなくなります。どのように動くか見てみましょう。まずキーロガーを使って先ほどのシナリオを繰り返します。被害者のマシンにはまだリモートアクセスツールがインストールされています。リモートデスクトップクライアントを起動し、ドメインコントローラーにログインします。ハッカーは保護された VM 内のキーストロークを見ることができません。キーストロークは侵害されたデスクトップ OS を経由することなく、ハードウェアから保護された VM に直接渡されました。ハッカーはドメインコントローラーの RDP ウィンドウ内を見ることもできません。非可視化されています。ハッカーの PC からもう一度電卓を起動してみましょう。やはりうまくいきません。侵害された OS が保護された RDP アプリケーションの完全性と機密性に影響を与えることはありません。